はい、1から始めるジャズピアノ、講師の平田祐介です。ここもうあの回、ずっとアンサンブルに入ってからは、ずっとお付き合いをしてもらってます。ベースの畑地光隆さんです。どうもよろしくお願いします。今回もはい、はい、ということで、今回もね2人でお届けするんですけれども、第、22回なります。セッションの、実践ということで、前回はね枯葉を、やりましたけれども、今回はちょっとまあセッションでもね本当多く取り上げられるブルース、まあちょっとメロディーも簡単なんで、シージャンブルースをやってみたいなと思います。でブルースをやろうよってセッションで言われた時に、まあ、基本的に、12小節です。もうこの譜面に書いてある通り12小節でワンコーラスという形態を持ってて、でこれはもうずっと永遠に回すとっていうことに、なります。で、コード進行、今 C7、F7、C7 同じ、F7 同じ、C7、A7、Dm7、G7、まあ、こんな感じでずっと言ってるんですけれども、これもあの必ず、同じです。で度数で数えていけば分かると思うんだけれども、まあ、17、そして、47、そして17、で47の同じね、17、そして67、そしてまあ2マイナー7、2マイナー7か、それかまあ2セブンスか、まあこっちと分かれるところだけど、まあ2マイナー7に強調しました。そして5 5 7 1、まあここもね1セブンにやるときもやると1メジャーセブンにしましょう。そして、1メジャー7、まあ、もしくは1セブン、そしてここも、6セブン、2マイナー7、もしくは2セブン5セブン、これ数字で覚えちゃった方がいいと思います。1411414162、251625みたいな、こういう動きを、します。ジャズではね。でもうブルース、本格的なブルースになるともっと、違う進行になってきますけれど もう今回はセッション、ジャズのセッションという、ことで、説明してるんで、この進行が大体ベーシックになってくるので、覚えてください。はい、ということで、まあコードはこんな感じ。そして次は、スケールね、スケールがないとアドリブに発展していかないので、初めて説明するスケールだと思います。ブルーススケールという、スケールです。まあ、音はこういう感じなんですよ、スケールなんですけど、でこれをね導き出すにはどうすればいいかという説明でちょっとしておきたいなと思います。スケールを導き出すにはまずは、ドリアンスケール、ここね、このスケール、ドリアンスケールを元にして、考えます。スケールは、ちょっといいよ、ね、まずドリアンね、ドリアンスケールはこういう感じなの。ドレミファソ、そうそう、ラかね。ドレミファソ、ドレミファソラジラってこういう音になる。で、このドリアンのスケールがあったら、この2、だから2番目ね。1番目、2番目、3番目、4番目、5番目、6番目、7番目、8、5、1ね。で、この2と6を、どけるとここで1、2と6をどける
解けるとこういう弾きになる。これはペンタトニックになるんです。で、まあ、ペンタトニックは要は演歌でもよく使われるね。ここもこう。まあ要は日本の民謡とかですごく使われるベースになってる、スケールなんですけど、このペンタトニックができます。で、これ2つ目ね。ドリアン、まず1個目はドリアンから2と6を省く。そしてペンタトニックができる。そしてその後にペンタトニックスケールがあります。そのそれにシャープ4、シャープ4、これですをつけるんです。これがブルーノートっていう音をつけます。要はスケールの中でのシャープ4っていう考えでもいいかもね。だからそれがどうなるかというと、ペンタトニックがあります。ここにシャープ4をつけます。もう一気に民謡からジャズに行く感じね。出来上がるということなので、本当前期ね、できた方がいいです。で、まあ通常、まあセッションに行きました。で、だいたいブルースやろうよって言ったら、まあ本当前期で演奏しできた方がいいけれども、だいたいやる気がね、もう分かんない人は分かんないからね。だいたい C だったりとかF、 まあこれが一番多いかな、 F がね、多いね、F が多いし、まあそして B フラット、まあそしてまあ E フラットもたまにあるけれども、あと G かな、だけどやっぱもうブルースっていったらこう F、B フラット、まあそして C、まあこの3つを大体押さえてればできると思うので、まあ、本当前期本当見てきた方がいいけれども、ここら辺を抑えていればとりあえずできると思います。なので、あとスケールね、スケールはドリアンから2番目と6を、除くと、ペンタトニック、ペンタトニックにシャープ4、これがブルーノートになりますよという感じで、ちょっと元にね書きながら、一つ一つ確認しながら、やってみてください。では、ブルースについてちょっと説明しました。で、ボイシングね。ボイシングは、だいたいドミナントのコードが主体となってくるので、そこもちょっと復習しながらね、ちょっとやってみたいなと思います。じゃあ、畑さん、一緒にやってみましょう。はい。じゃあ、ボイシングやっていきますね。じゃあ、シンプルにまずは、ベースも、白玉でいいので、こういってください。ワン、ツー、スリー、フォー。動いてみて、でテンポ先ほどぐらいな感じでですね、スケールを、やってみたいなと思いますけれども、これはね、基本的に、枯葉の回を見てもらったら分かると思うんですけど、こんな横着はしちゃいけないんだけれども、大体今日ブルース
あのブルーススケール自体、ブルーススケール自体ほら出てくるのは初めてだし、慣れるという意味で、あの大体もうでも C ブルースってやったら、なんでブルーススケール一発で全然フレーズ構築していった方がね、かっこいいしシンプルだと思うので、そのやり方でやってみましょう。なのでまあ慣れるということで、まずは本当にもうブルーススケールの本当に基本形だけでちょっとやってみますね。じゃあ果たしてはちょっと自由な感じで、はい、いきます。1 2 3 4。そのブルーススケールをちょっと崩した感じで、ちょっと演奏したいと思います。じゃあ行きます。まあ、そのフレーズに関してはね、次回もねちょっと取り上げてみたいなと思ってるので、今回は本当にセッションの、よくね使われる、ブルース、まあ、シージャンブルース、これをねちょっと取り上げてみました。なので、そうですね、今回はちょっと基礎ということで、シージャンブルース取り上げてみました。次回以降はねちょっとブルーススケールをちょっと応用しながら、ちょっとアンサンブルねやってみたいなと思いますので、次回も楽しみにしてくださいということで、第22回、セッションの実践 C ジャンブルーステーマは弾いてませんけれども、次回、ね、やりたいなと思います。